ラウエンブリュックは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州のローテンブルク、軍に属す、町村でザムトゲマインデフィンテルの本部所在地である。ラウエンブリュックは1358年に、初めて文献に記録されている。町をビュンメ川とフィンタウ川が流れている。集落名の前半部は、ベルフ家のブラウンシュバイクリューネブルク港に由来する。ローウンは、 文章にも描かれているライオンを示している。集落名の後半部は、この集落の近郊に古くからかかっていた橋を意味している。この橋は、フィンタウ川とビュンメ川を渡る古い軍事道路の一部であった。この橋が実際に存在していたことは、フィンテル川とビュンメ川の合流部付近の発掘で証明された。ここから約600年前の多くの柱が出土したので、ある。 この町の町議会は13議席からなる。この町の町長は2002年からスピードのヨハン・インテルーマンが務めている。第一町長代理はセディのバーバラクレフィンコンボトマー。第二町長代理はスピードのハインツプロマンである。金止。青い流れの上に架かる丸田橋の上に青い獅子が描かれている。この町は連邦道 B75 号線沿い。 ローテンブルクとハンブルクとの間に位置する。また、鉄道ブレーメンハンブルク線のラウエンブルク駅がある。ありがとうございます。